フェルミ研究所へようこそ。こんばんは。あなたが住んでいる町の昔の姿を知っていますか？私たちの普段見ている町並みも年月とともに大きく姿を変えているのです。今回はそんな昔の時代から様変わりした町の様子を7つ見ていきましょう。ポーランド、ポズナン。こちらはポーランドにあるポズナンの1945年から2017年の様子です。1945年は戦後ということもあり、街の様子も荒れていますが、2017年にはきれいに整備され何事もなかったかのようです。同じくポズナンのシペルスカ通りのたった10年間の変化がこちらです。瓦礫は片付けられ、緑と建物が増え、きれいな街並みへと変化しました。ポーランド随一の産業都市ウッチは1874年はまるでゴーストタウンのように閑散としていましたが、2016年にはにぎわいのある街へと変化しています。ウクライナ、プリペチ。プリペチはチェルノブイリ原発の事故が起こった地域に近い町で、1986年の写真は事故より少し前に撮影されたものです。当時は原発の職員やその家族が生活をしていましたが、2017年の写真では植物が生えたい放題になり、町が廃れているのが分かりますね。今でも高レベルの放射性物質が蓄積しており、一般人の立ち入り制限区域となっています。見学ツアーがありますが、見学以後の健康に関して自己責任であるという書類に署名する必要があります。ドイツ、ドレスデン。ドイツのドレスデンは有名な美術館や古典建築のある古風な街です。こちらは聖母教会のマルティン・ルター像の1958年から2014年の比較写真です。1958年は戦後ということもあり、周りの建物も崩れてしまっていますが、2014年には街並みがきれいに整っています。ドイツのミュンヘンにあるビアホールは1910年から2017年までほとんど建物の外観に変化はありません。100年経っても変わらないというのはすごいですよね。日本、東京。こちらは東京の1945年と2013年の変化です。第二次世界大戦が終わった直後で、まだ背の高いビルはなく、空襲によって崩れ去った街が映し出されています。しかし2013年には大きく経済発展を遂げたことでビルだらけになりました。フランス、パリ。フランスのオルセー通りは時間が進むにつれて建物が多くなると思いがちですが、その逆で100年後には建物が少なくなり、より自然が感じられる景観となりました。知らない人はいない有名なエッフェル塔も少しずつ変化しています。1910年の方はあまり人が多くなく、さっぱりとした印象がありますが、2016年はとても忙しくにぎわっており、時代が進むにつれて観光地としての人気も右肩上がりとなりました。ドイツ、オスナブリュック。こちらはドイツ、オスナブリュックの1904年から2016年の様子です。1904年には少しの家と農地が広がるだけでしたが、2016年にはかなり栄えてきているのがわかります。オスナブリュックの駅は1965年には車だらけだったのが、交通手段が変化したことで2015年には自転車だらけになっています。街はまさに昔の映画に出てきそうな雰囲気がありますね。2015年には活気があふれ、たくさんのお店が軒を連ねています。ノルウェー。こちらはノルウェーにあるリスタッドという都市の1888年から2013年の比較写真です。
1888年はまだ田園風景が広がっていましたが、しっかりと道が舗装されました。ノルウェーのオッタという町では、道こそ変わっているものの、100年以上経っても美しい景色は全く同じままですね。ハンメルフェストの風景を見ると、2004年の方が建造物も増え、緑豊かになってきているのが分かります。以上が街の変化です。現在私たちが見ている風景も、30年後にはまた想像もつかないような光景になっていることでしょう。今日の授業は終わり。また来てね。